トレンチイン電気鉄道は西部スロバキアトレンチイン県にあるスロバキア国鉄の狂気鉄道線である。時刻表番号は122。国鉄の分社後列車運行を行ってきた鉄道企業体スロバキアは2011年に事業を撤退し、現在は夏の観光鉄道として地元のトレンチイン電気鉄道日襟法人が列車運行を行っている。 トレンチーン電気鉄道路線図、トレンチアンスケテプリツェ停留場付近。手前は2級国道516号線トレンチアンスカ、テプラー鉄道駅、トレンチアンスケテプリツェ鉄道駅トレンチアンスカ、テプラー車庫の4 1 1 9系、電車主要幹線の国鉄ブラチスラバジリナ、鉄道線が通る、トレンチーン群トレンチアンスカテプラー村の、トレンチアンスカテプラー鉄道駅と、 13世紀に開かれた温泉保養地である道群トレンチアンスケテプリツェ市のトレンチアンスケテプリツェ鉄道駅を結ぶ鉄道線である。森林鉄道線を除く営業路線としては、スロバキア国内で現存する唯一の 760mm 期間の路線である。電気方式は直流 600V。1909年開業時の河川電圧は7 5 0トで、 1942年に950ボルトに昇圧された後、1984年に現在の600ボルトに高圧された。開業時一時貨物取扱いも行ったが、その後は旅客列車のみが運行されている。2004年度には信用乗車方式が導入されて、車掌乗務が廃止された。路線はトレンチアンスカテプラー市街で一級。 道路61号線を横断した後、テプリチュカ川沿いに2級、道路516号線と、並行して、トレンチアンスケテプリツェ市街に入る。途中駅は、トレンチアンスカテプラー村停留場、トレンチアンスカテプラー停留場、カニョバー停留場、トレンチアンスケテプリツェ団地停留場、トレンチアンスケテプリツェ停留場の後停留場で、列車交換はできない。 カニョバー停留場は社会主義時代に列車交換のために設けられたカニョバー信号場が前身で1980年代に休止され2000年の全線改修工事の際に交換施設が撤去されたが2007年7月25日に停留場が設けられ客扱いを開始したスロバキア国鉄の分社化に伴い列車運行は鉄道企業体及び 鉄道企業体スロバキアが行ってきたが、ZSSK の運行休止と、車両、車庫の地元自治体への売却に伴い、2012年以降は、ボランティアによる、不定期運行となった。2015年からは、トレンチーン電気鉄道非営利法人が、下記の土日曜日及び、正規日曜日などの一部の祝日や、記念イベント再工時に運行を行っている。 下記運転日の運行本数は1日上下各4本。2018年2月3日には、自動生徒を対象に、自身の通知表を乗務員に提示すれば乗車できる、ユニークな通知表運行が行われた。オーストリア・ハンガリー帝国時代の1909年6月27日、トレンチアンスカ・テプラー・トレンチアンスケ・テプリッツェ、地方狂気電気鉄道株式会社。 スロバキア語、ミストなウズコーロジエシャードなエレクトリカゼラザニカ、トレンシエンスカテプラ、トレンチーオンスカテプリツェ、エース、ドイツ語、トレンチンテプラトレンチン、テプリツ市街電気狂気鉄道、ステティシャエレクトリシャシュマルスピューライゼンバーントレンチーン。テプラ、トレンチーンテプレッツ、ハンガリー語、ラ落トレンチーンテプリジ電気軌道、フォーロック。 トレングゼンテプリツァイビラモスバシュットによって、テプラートレンチアンスケテプリツェトレンチアンスケテプリツェ温泉館が開業した。チェコスロバキア第一共和国時代の1927年には、トレンチアンスケテプリツェ温泉駅の待合室設置のため路線を43メートル短縮。1936年には1日23本のダイヤが組まれていた。 スロバキア第一共和国時代の1941年7月にはトレンチアンスケテプリツェ温泉駅の新駅舎建設のため路線がさらに約40メートル短縮され翌1942年に河川電圧が750ボルトから950ボルトに昇圧された社会主義政権発足後の1950年にチェコスロバキア国鉄に編入され 新型車が導入された。1952年には、トレンチアンスカテプラー機関区の電車庫を新築。1960年には、ブラチスラバジリナ鉄道線との貨物の直接、積み替えを行うために、トレンチアンスカテプラー鉄道駅の駅舎向かいの通りを横切る貨物積み込み線を廃止し、路線が約400メートル短縮された。1964年には、 トレンチアンスカ・テプラー鉄道駅の動線ホーム上に詰め所建走行、1966年にはトレンチアンスケ・テプリツェ鉄道駅の駅舎をそれぞれ新築した。当時の1日の運行本数は半導機25本、換算機21本だった。1971年には狂気と小型車両に起因する輸送効率の低さを指摘する報告書がまとめられ、SD は タトラ電気鉄道線で使用している 1000mm 機間への改め機を検討。これに対し道線を所管する SD 東部鉄道管理局は改め機に代わり鉄道廃止とトロリーバスの導入を提案した。1980年代にも車両の大規模な近代加工振工事や河川電圧の 600V への高圧と並行し SD は 1000mm 機間または 標準機関への改め機を検討したが、これらの改革案はいずれも実現しなかった。1993年のチェコスロバキア連邦制、解消後は、スロバキア国鉄に移管された。1990年代には、テプリチュカ川の洪水被害や、平行道路の交通量の急増に伴う、軌道路板の劣化に伴い、一時保線状態が極度に悪化。 最高速度時速 5km の制限区間を設ける措置が講じられて前線所要時間が30分に達する事態に陥った。このため2000年3月7日には前線運休し、同年6月26日から9月20日にかけて運輸優勢通信省鉄道群による応急改修工事が行われた。この間の代替輸送バス車内の激しい混雑が問題になり、 鉄道の有効性が再認識された。2000年11月には、スロバキア政府によって、列車運行事業の廃止、または民間事業者への事業移管を図る、地方線32線区の一つに指定されたものの、国鉄の旅客列車運行事業を承継した、鉄道企業体スロバキアは、2006年9月27日に、開いた、理事会で、運行の継続を決めた。 トレンチン県政府は路線維持のため平行道路の路線バス運行本数を制限していたが、両市外間の輸送効率の悪化も指摘されていた。改良100周年を迎えた2009年には、トレンチアンスケテプリツェ市で6月27日、28日の2日間、スロバキア科学技術協会交通輸送部門と、 スロバキア国鉄トルナバ地域局、地元鉄道愛好家団体の共催による開業100周年記念セミナーが開かれ、411.9系電車をチェコスロバキア国鉄時代の登場時の図書区に戻した記念列車が運行された。しかし、トレンチアンスカテプラ鉄道駅での接続の悪さや平行バス路線との競合で輸送実績の低迷が続いたことから、 ZSSK は2011から2012年代や改整備の2011年12月10日付で、同線での列車運行を廃止した。ZSSK の事業廃止後の駅及び路線は、引き続きスロバキア国鉄が、保有管理しているが、ZSSK 保有の車両及びトレンチアンスカ、テプラー車庫は、地元トレンチアンスカテプラー村に売却された。 列車運行は2012年1月1日から、保存森林鉄道、チエルノフロン鉄道のボランティアにより1ヶ月に1日程度の不定期の形態で再開。トレンチアンスカテプラー村は、翌2013年2月、観光交通機関としての運営を目指し、事業受け皿法人のトレンチイン電気鉄道、ヒエリ法人を設立した。同法人は、 トレンチーン県政府の支援を受け、事業認可を得て2015年から列車運行事業を開始した。1911年増備の12号客車1909年、改良時は、ブダペストウニオ電気機器株式会社の伝送品を使用して、JL 鉄道輸送車両が製造した二軸電動客車3両と、二軸付随客車2両、有害貨車2両、 無害貨車2両、オープンタイプの付随客車1両の重量が在籍した。1910年には二軸有害電動貨車1両、1911年にはオープンタイプ付随客車1両が増備された。12号客車は現在チェコブルノ市のブルノ、技術博物館で保存されている。チェコスロバキア国鉄は1951年に M46.0 系電動客車3両。 1954年に、付随客車カーム、夕方3両を申請して、開業時の車両と置き換えた。各社とも1984年から1990年にかけて、大規模な近代化工新工事を受けている。近代化工新後は4 1 1 9系3両、9 1 1 9系2両が、レオポルド機関区所属で、 トレンチアンスカテプラー車庫に配置されていたが、911. 9 1 1 9系1両は2008年からリースで、ジリナ県のオラバ森林鉄道に移された。さらに2011年の ZSSK の列車運行休止に伴い、車庫と4 1 1 9系3両が地元、トレンチアンスカテプラー村に、911.9型はオラバ森林鉄道リース車が、 同森林鉄道に残る一両がバンスカービス・トリッツ・サ県のチエルノフロン鉄道にそれぞれ売却された。現在はトレンチイン電気鉄道非営利法人のトレンチアンスカ、テプラーシャコに 411.9K3 両のみが配置されている。以下ではスロバキア国鉄122号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。なお、 すべて各駅停車である。ありがとうございます。